ますが、ダンス界の練習で頑張りました。はい、今人気の K-POP ダンス、初めての方でも入りやすいと思いますので、興味のある方はぜひぜひ勇気を出してですね、お声掛けしてみてください。よろしくお願いいたします。昔はステージに立ってキッズやってた子たちが大きくなって指導する立場になってるのか、ね、ってなんか年取ったなって思います。吉野さんね、さあさあプラスを紹介していきたいと。Thank you.